ビアフィットネスフェスティバル2023。僕大学じゃない専門1年生だから。鈴木雅史4連覇の年。今回は僕とハムちゃんがお仕事、はい、MC ね、ハムちゃん、はい、よろかしに最後、うん、去年ね出れなかったんで、あの扁桃炎で入院しておりました、はい、ゆかさんに急遽代わってもらってたんだけど、審査員私の方が先輩だから、はい、確かにね、はい、しっかり指導しておきます。こんがり目線での、まあ、楽しんだりするところを今日撮ってもらえたらなって感じで。そうですね、だからなんか今日は結構僕の Vlog っぽい感じになっちゃうっていうイメージです、ね、なんか楽しみ、こんがりマジで、なんか解説とかマジでね、このスケジュールで見たら、見たい。そう説明したけど全部同時進行やから見れないんですよね。1番2番で見たいのが僕 MC バトルとプロレス、2章のプロレス見たくて見れないんよ。それはね、でもある意味忙しいよね、今回。まあ、楽しむ側も忙しいと思う。杉中君のあれ、そうですね、はい、セミナーを、杉中君のトレーニング相談会と西尾 の, あのプロレスが一緒の時間で、あーでも別にセミナーが別時間だから握手会はいかんでいいじゃないかな。なるほど、例えばなんかそういう感じでフェスみたいな感覚で、うん、握手会はいかんって言います、はいはい、いやちょっとファンなんで。いつでもできるやろ。で、まあ、マジでおもろいものがいっぱいあると、うん、はい、楽しんでいきましょう。いや、はい、今から開会式が始まるので、伊藤さん、原田さんが、ステージに上がるためにちょっと向かっていきます。筋トレとかした方がいいのかな。え、コウモリレスラーなのに筋トレしてないの。毎日疲れていても嫌なことがあっても必死にジムに行って筋トレをしたこと。今から予選審査が始まるらしいですね。初審査員らしい。あ、そっか、確かにリカさんの方が先輩になるんですね。去年やってるから。ちょっとできるかちょっと親の心境。この周辺の血流が血流を含めて。スミナーが来るんですね。あとでベンチプレスのセミナーを受けに行こうと思います。日本選手権ファイナリストの、杉中和樹選手です。ジャオちゃん、マメタムです。はい、今年の意気込みは。今年目標は、6位以内。おー、いけると思います。頑張ってください。はい、後でまたベンチプレスのセミナー受けに行きます。ありがとうございます。カボットモナカさんから出てるあのサイヤさんのあの、はい、奥さんもやられてる、うん、はい、成分よくって、はい、あ、てかすごいシンプル。そうですね、減量中でもいけるなって感じ。そうですね、うん、でさっきね飲んでみたらめっちゃ美味しい、はい、あ、そうなんですね、うん、てかこれあのワンちゃんとか猫ちゃんのおやつとしても大丈夫らしいですね、うん、いや確かささみちゃんに食べさせてあげるんだと思うんですけど、ま、確かにその成分だったらいけそうですね、うん、どうですか審査員、初の審査員。なんで僕トップバッターなんでしょう。勘弁してほしかった。呼びながら、はい、書くの意味わからんくなっちゃう。あー、なるほどなるほど、もうちょい読めばよかった、うんうん、でもまあ自信持ってはできるんだけど、うん、読みながらだと頭がおかしくなる。はい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 、そのはもう大丈夫。なるほど、まあこのライティングと近さだったら審査はちょっとしやすそうな感じありますよね。本当にまあ自分の中の芯を持ってやれば、うん、全然なんか自信持った審査はできてる。はい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 、はい、でもなんかこの人落とさんといけんのだっていう残酷な。まあそうっすよね、どうしてもね、みたいな、うん、6人もうちょい増やしてくれんかなって思うぐらい、うん、文句とかじゃなくてね、うん、嫌だなって感じ。辛い仕事ではありますよね。でね、はい、ナチュラルオーラって言って、はい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 、罪なきおやつです。はいはいはい、グラノーラなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。へー、これいただきました。ありがとうございます。すごいあの無添加で、うん、気持ちがしないんだけど、うんうんうん、食べてみてほしい。へー、それはあのそのまま食べるんですか。そのまま食べてもいいし、なんかまず牛乳とかでもいいし、うんうん、なんかプロテインのケーキとかのなんていうの。ああ、はいはいはい、なんかそのアクセントとしても、そうそうそう、いろんな味があるから、はいはいはい、ぜひ食べてみてください。おすすめです。はい、お昼ご飯なんと私たちまでいただきましたよ。ありがとうございます。私たちあのね、仕事してないのにすいません。あのこの円屋って言って去年私もあのいただいたんですけど、はい、焼肉のお店なんてめっちゃ美味しかった。このお弁当ね、これこんな立派なのいただいちゃって、本当にありがとうございます。美味しい、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。円屋、今はスポーツモデルのカテゴリーが行われています。よくよく考えるとスポーツモデルって初めてなんですね。先行マーク高校 F
easy winter beats、yeah. My check one two 相手はエース俺のステージとで難なくかわす Yeah 初めてオリンピアステージ俺ではここでもノーブレイキークレイジー My awards shoot a suit MC 京都8リーダーオー世代初お前が周波数お前の短パン中学生のジャージ見たくなってる俺シナフ前に先立ちまして、杉中選手の、全力プレスチャレンジを、ご覧いただこうかなと思います。ではよろしくお願いします。やってくださいよ。後でやります。スタート。ナイスです。Sneakers, all the boys wanna picture. Two phone calls, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on, take my body in. 今フィットレスなでしこビキニ。ビキニ。はい。頑張ったところですね。いやー難しいですね。だから慣れてきてね、割とちゃちゃちゃんと決めれるし、はい、でもう一回迷ってもう一回見て、うん、でまあ自分が納得できるところまではいけるんだけど、やっぱやりたくないね。なんで落とさなきゃいけないんだよ。そう、まあ、そうですね。切り捨てなきゃいけないですもんね。みんなが一等賞。リオリンピアにはキッチンカーをですね、4台ぐらいかな。あ、5台。すごい。しかもかなりしっかりしたキッチンカー。たまたまブラマジ田中さんと会いました。お久しぶりです。お久しぶりです。山倉氏くんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日は普通になんか呼ばれてる感じ。いや全然ただの観客として来ました。なるほど。僕もただの観客なので。あ、そうなんですね。ヨリンピアは初めてですか。いや、2年前に来てて。あ、そうなんですね。はいはいはい。今年はね、お金かかって、ね、チケットね。いやね、ちょっと僕初めてなんですけど、はい、ね、どこかしらでわちゃわちゃ何かしらがやってるっていう、こう、うん、お祭りって感じですね。ですよね。ちょっと本当コンテストっていうよりかはフェスティバルっていう感じが強いですよね、うん、もうすでに楽しいですね。来てまだ5分しか経ってないですけど。あ、そうなんですね。楽しんでいきましょう。、はい、ありがとうございます。チタコの、なんか地方の和牛を使ってるみたいですね。他の選手の迫力に負けないように全力で頑張ります。これちょっと低すぎて伝わらんかな。ほんまにでかい。グループの一人だけ女性が踊ってるんですけど、そのマジででかい。やばいね。おもろいね。うん、ケツ一番でかかったよ。ね。ね。てかこれはそのなんだろう。え、アイフリーコーではないんですよね。違う違う違う。出てないですよ。いやでも出てないよ。もったいないよ。いや多分。いや分からん。多分出てないよ。全然知らんのやけど。もうこのまんまオリンピアもちろん出て、そのままプロなれる。なれるなれる。やばいですよ。すごい。出た方がいい。まさかまさかの一番テンション上がるのが女子選手。去年も出とったよ。あ、そうなんすね、うん、で去年からすごいなと思ってさらにでかくなっとる。やばいっすね。マジですごい。やべえ。テンション上がる。ただ現状痛みとかがないのであれば、もともと人間の体っていうのはやっぱり若干。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。もうシダ汁が、シダ汁がすごい。もう汗がやばい。プラットフォームがあの何時間か練習した感じだね。恥ずかしい。びちゃびちゃだもん。ねえ。びちゃびちゃだ。何時間練習したんだっていう。ね。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい。僕スクワット最初ちょっとボディビルの方見ててちょっと最初来れなかったんですけど。はい。いや、ありがとうございます。はい、とりあえずスクワットとデッドリフト頑張ったら、どこが大きくなるんでしたっけ？全部でかくなります。全部でかくなります。はい、全部でかくなります。いろんなところが。はい、もう顔もでかくなります。すいません、ありがとうございました。はい、いい、こちらも。はい、ありがとうございました。楽しそうでしたね。いやこれほんまに好きなんよ。第1回目から。第1回目はね、閉会式の前か後ぐらいにやったんよ。はいはいはい、はい、でこのタイミングで最高。はいはいはい、はい、みんなが帰る前やから。なるほどね。一番盛り上がるちょっと前。第2位、エントリーナンバー
レスリーナンバー46番西澤伊織。あっという間のイオリンピア、お疲れ様でした。これケンジからもらっちゃいました。それいいっすね、デザイン。可愛いでしょ、これ。ね、いいなぁ。はい、もう面白かった。面白かったですね。どうですか、初審査員。はい、もうしたくないですね。本当に。なんか、人を切り捨てる仕事だから。嫌だ。だから僕、採用面接とかをここ最近でやりだして、はい、マジで嫌なんよね。あ、それをもっとポップにポップにやらされる感じ、はい、予選、あなた通れません。あ、きついですね、確かに。やだやだっていう、あの審査員してる人メンタルすげえわ。うん、僕は本当、次依頼されてもちょっとどうするか迷う。なるほど。僕で迷います。
ね、何かしらで携われるったらいいんだけど、はい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 、その審査員というものが僕の性格にかなり向いてない気がしてます。MC の方がバサバサいきそうっすよ、ね、そうはい、はい、この人どこが弱いからダメですみたいな。あでも僕多分それできちゃうんですね。そうはい、これが強いからだからそれはやっぱ性格の問題もあると思うんだよ。MC はもういつも通り楽しかったです。なんか今回すごい、いやすっごい楽しかったです、本当にありがとうございました。いやイオリンピアはやっぱりこうゆるくやらせてもらえるから、まあこの服装ですからね、うん、だってこれはでも浴衣でもいいですって書いてあったから浴衣でも誰かと被るかなと思ったら被らなかったけどよかった。普通に声量がさ、はい、やっぱでかい、うん、でみんなそのあのなんだっけ最初茶番劇やった、はいはい、茶番劇の後にちょっと MC モード風に喋る、はいはい、だろ本当あの周りの審査員とかの人たちも声よみたいな、ありがとうございます。くれたりして。でもちょっと一つだけ言っていいですか、これなんか着物の着方が間違ってたみたいで、僕はあのちっちゃい子が着る用の着方してたみたいです。どういうこと？なんかもっと下らしいです。へえ、ああなるほどね、いいじゃん、可愛い。まあ別にいいと思いますけどね、ちっちゃい子みたいなもんなんで大丈夫です、うん、確かに、うん、ダサってちっちゃい子で言うの。分かんなかった。でも本当総括すると、うん、とてもこんな多治見でなぜこんなレベルの高い選手がっていうのがたくさんあって、そのこのカオスな状況なのにちゃんとフィジークのレベルとかボディビルのレベルとかそれぞれスポモンもそうですけど、ちゃんとレベル高いのがもうまたカオス層増しますよね。基本的にイオリンピアって東海がメインだと思うんですよ、出てる選手隠れキャラ多すぎ、多すぎる、うん、いや普通全国に隠れてんだよね。いやそうなんですよね。その中でも、まあ、取れてないかな、その115番の選手は。あ115番はめっちゃ取ってます。あ、そうか、普通にあの選手として取ってるよね、はい、うん、みたいな、ああいう人がまだ今年で大会2回目、うん、でイオリンピアしか出たことないっていう選手がこれからアマチュアオリンピア出てくるらしいので、はい、楽しみ、めっちゃ楽しみ。でもなんかイオリンピアね、本当に楽しかった、うん、私なんかその、まあ、ボディービルだし、あの観客目線でプロレスがあったりいろんなのがあってすごいあの楽しいなと思ったり、ビル以外でも楽しめた、うん、羨ましい。まあそうですね、 MC バトル見たりとか、はい、普通に一番楽しんだ。はい、まあでもその今日やってみて思ったのが、あのカメラマンって辛いなっていう。こんがり Vlog しんどい、うん、まあみんなそれぞれの大会しっかり見ようっていう時に全部画面越しでこうやって見てるから、あーずれたって。そうだから大会を楽しむっていう意味ではカメラはちょっと、うん、ね、カメラマンは大変だなって本当に思いました。すごい、みんなすごい、カメラマンの人たちは。まあみんなでも楽しかった。みんな楽しかったですよ、楽しかったけど、うん、やっぱ大会はこの目かっぴらいて見るのが一番いいっていうのはちょっと思っちゃいましたね、まあ、みんなそれぞれの立場が分かったということで、はい、面白い学びもあって、はいはい、最後のよりさんの挨拶にも感動しましたということで、はい、我々もオレゴンクラシック頑張りましょう、はいはいはい、この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。レモンチャンネルのこんがりとカルタマット、ジカさんとハムちゃんでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。